午後の栄光、午後の栄光、午後の栄光は三島幸夫の長編小説。横浜山手を舞台にブティックを経営する未亡人と息子、その女性に恋する外国航路専門の船員とが織りなす人間模様と少年たちの残酷性を描いた作品。前編、夏、後編、冬からなる。構成としては前編はごく普通のメロドラマとして終わり、 後編でその世界が崩壊していく様が書かれている。なお、モデルとなったブティックは、横浜元町に現存する高級用品店、ポピーである。1963年、昭和38年9月10日に、書き下ろしで講段社より観光された。観光される前の予定されていた題名は、海の英雄であった。文庫版は、新潮文庫で観光されている。 翻訳版は1965年、昭和40年のジョン・ネイスン・ワケ、英代、ザ・セイラ・フー、フェル・フロム、グレース・ウィズ・ザ・シーをはじめ世界各国で行われている。三島没後の1976年、昭和51年に、日米映画作の映画が、舞台を英国に移しサラ・マイルズと、クリス・クリストファーソン主演で作られた。また、ドイツの作曲家、 ハンス・ベルナー・ヘンツェによる歌劇、裏切られた海の原作となり、ベルリン・ドイツ・オペラで、1990年、平成2年5月5日に初演された。横浜市中区山手町の矢と坂上にある家に、母、黒田ふさ子と住む13歳の党は、自分の部屋の大引き出しを抜き取ったところに、覗き穴があるのを偶然発見した。この家は、アメリカ占領軍に接収され、 その家族が一時住み洋風に改築された家だった。覗き穴からは母の部屋がよく見え、夜、裸体で辞をする母を、塔は見たりしていた。ふさこは5年前に夫を亡くしていた。その後は夫に代わり、元町の輸入用品店のレックスをふさこが取り仕切っていた。ある夏休みの夜、塔が覗き穴を見ると、二刀交開し、塚崎隆二が裸で立っていて、 母が脱衣しているところであった。開け広げた窓から横浜港の汽笛が響いてきた。男が海の方を振り向いた光景を見た塔は奇跡の瞬間だと思い感動する。ふさこは船マニアの塔にねだられて貨物船見学を店の顧客の船会社重役に頼んで許可してもらい、前日に航海士の塚崎隆二と出会ったのであった。隆二は海に栄光や 大義があると思っている孤独な風情のあるたくましい男で、当は、そんな竜二を英雄として見て憧れた。そのことを遊び、仲間の同級生グループに得意げに報告していた。この少年グループの狩猟は、世界の圧倒的な虚しさを考察し、他の少年たちに猫を解剖することを命じた。また、父親や教師の滞在について教授し、集まる数名の少年たちを、 一号、二号などと番号で呼んでいた党は三号だった。やがて、龍二は、ふ子の博来用品店、レックスを一緒に経営するために接待用に、英会話のテレビを見たり、一般教養のためにくだらない、美術書や文学書を読み始め、店の経営のことを勉強したりするようになった。海の男、龍二を選望していた党は戸惑い失望する。そして、 ついに二人が結婚することとなり、英雄だった存在が父親となり、憧れていた船乗りの竜二が、この世の凡族に属していくのを裏切りと唐は感じる。そのことを、唐は狩猟に報告する。狩猟は、三号、唐を裏切った竜二を処刑しなければならない。そいつを、もう一度英雄にしてやるんだと提言し、みんなに竜二の処刑を命令する。唐は、竜二に、友達に、 パパの後悔の話をしてほしいと言い、彼を、金沢区富岡の丘の上にあるホラー穴に案内した。隆二をおびき寄せた少年たちは睡眠薬を混ぜた、紅茶とメスやゴム手袋を隠し持っていた。午後の栄光は、同時期の絹と名札と同様に、父親というテーマ、つまり男性的権威の一番支配的なものであり、いつも息子から攻撃を受け、 滅びてゆくものを描こうとしたもので、現代社会における父親という存在をめぐる考察がテーマとして掲げられている。またこの作品は国内外で高い評価を受け、1967年昭和42年5月1日には、三島の短編集、真夏の詩がホルーメントール国際文学賞第2位受賞した際、午後の栄光も候補作品に挙げられた。 翻訳者のジョン・ネイスンも高い評価をし、三島幸男と同世代の作家、柴良太郎も、三島事件に関する文章で、この作品を真に傑作と位置づけている。なお、午後の栄光担当編集者の回想に、川島勝、る、三島幸男、文芸春秋、1996年2月がある。日沼林太郎は、午後の栄光が発表された当時、この、成功作の背後に、 苦渋を監守し、三島文学の中でも注目すべき、転換的作品として、以下のように捉えている。田坂昇るは、午後の栄光の二部構成の、夏と、冬は、海と、陸と言っても良いとし、三島にとっての、戦前、戦中と、戦後にも置き換えられると見ている。そして、龍二が振り向いた海からの汽笛海の潮の常念のあらゆるものを満載して響いてくる。 海そのものの叫び声を、ディオ用にソスと捉え、それは三島が、古事記論で言及している、純粋天皇、神敵天皇、山和武に置き換えられるとしている。田中美代子は、海の男だった隆二が、陸に上がり、商店経営者の父親になることは、少年たちにとって、大義のために、死と栄光に向かうことを放棄した姿であり、それは、他ならぬ、 虚勢された男の代表者、常日頃自分たちが、少年の夢と純潔とを考察している殺人者、だとして、少年たちが、自分たちの未来の姿でもあるその男を死刑に処する、意味解説している。高橋睦夫は、午後の栄光について、この作品の主人公は少年たちなのだということがよく、わかる。小説家、三島由紀夫の死は、少年、平岡君武が、 大人の三島由紀夫を罰した刑罰だったという気へして、来ると考察している。柴田勝次は、作中内の少年たちは、非力な存在であり、普遍的な力を持ち得ないことによって、さらに色に生かされると指摘して、各家族化する戦後社会の過程において、父親が求心力を失って、中心の位置を占めなくなった状況への手段が、少年たちに見直された役割になっていると、 解説している。佐藤秀明はそれを譜面し、少年たちは、ひりきなるがゆえに、全能感を持つという小説内の論理を背負っていると、解説している。また佐藤は、村松剛が、子供たちの夢見がちで残忍な目を捉えて、午後の栄光を、メルヘン、大人のための童話と呼んだことに触れて、ひりきなるが、ゆえの全能感という点灯した論理が、現実的には、 メルヘンに見えるというその視点は、村松が解説時には妥当であったが、午後の栄光の発表から何十年も経過した。近年にいて、それが単なる架空ではなくなり、メルヘンではない少年少女が、現実社会に出現してしまったことに言及しながら、神戸連続児童殺傷事件の犯人の少年、坂木原生徒のような存在出現を図らずも、予見していた。 午後の栄光は人間の極北を見た作者、三島が人間の悪をメルヘンではなく可能性として描いてしまった先見の小説だったと解説し、この毒のある作品を私たちの常識や価値観に大きな揺さぶりをかける、その意味では真に文学的な傑作であると評している。久保田祐子は世界が空つぽであり、父親という役割そのものが 悪の形と言い切る少年グループのリーダーである、狩猟という少年の悪への意志は、自分たちに成長や成熟を迫る学校や家庭という近代社会の制度に向けられ、大人になり、夫、父という役割を引き受けることで家族を形成する成長への道筋を否定していると考察し、以下のように作品の構造要素を解説している。そして、陸の世界ではなく、海の世界にいた。 竜二も別の形で少年たちと同じように大人になることと反対の側を生きてきたが30歳を超えた竜二の英雄願望は通俗的な流行歌やメロドラマのような感傷性を帯びているのに対して少年狩料は現実生活を知らないがゆえ純化した凍徹した悪の論理として描かれていると久保田は説明している。また、覗き穴から 母親の寝室での龍児の英雄性を垣いまるると、暁の寺で神社運を覗き見する老人、本田との奇跡を見ようとする者の孤独な行為の共通性を論考している。松本道介は午後の栄光がオペラ化されたことについて触れながら、現代の午後の栄光のローマ字読みである午後の栄光について、その意を踏んだような午後の栄光という題にポエジーを感じるとし、 独語役英語役の題名を見るにつけても、午後の栄光という日本語を味わうことのできる、ありがたさを感じると評している。映画監督の木下亮が、東宝で、肉体の学校、1965年2月風切りを手掛けた後に、午後の栄光の映画館を会社に提出したが、企画は通らなかった。このため、国内では映画化は実現しなかった。また、 大英京都撮影所所長の鈴木明瀬が、三島も出演した映画、人切り、1969年8月風切りの制作後、大英プロデューサーの藤井博明と三島と三人で飲んでいる時に、午後の栄光の塔のような、神のごとき少年が、果たして日本にいるのか、映画化する場合に、適役の子供がいるか、と三島に質問すると、いや、鈴木さん、 日本じゃ無理かもしれないけど、イタリアにはいるんだ。ギリシャにはいるんだ。神のごとき少年がと答えたという。そして、鈴木が、一切りで三頭と共演した、勝慎太郎が、午後の栄光の映画化を企画していることを三頭に、告げると、ええー、と非常にびっくりしていたという。鈴木は、勝ちの性格から、助監督か誰かに吹き込まれ、本は読まず噛んで盛り上がったノリだと思い、 その企画を通す条件として、それじゃお前、午後の栄光と紙に書いて持って来い。それが、三島さんの本の題名通りやったら、頼んでやるわと返答した。三島は、無邪気な価値の人柄を物語るそのエピソードを鈴木から、聞くと、腹を抱えて笑っていたという。午後の栄光、A 代、ザ・セ e ラフ l a Fool、Fell f r o m g r のタイトルで1976年。 昭和51年4月風切り。カラー1時間45分。日米映合作。キネマ旬報ベスト10では、県外の第18位となった。登場人物がすべて外国人名に置き換えられてはいるが、内容は極めて原作に忠実である。当初は主役に、バートランカスターが第一候補となっていたが、スケジュールが合わずに、クリス・クリストファーソンになった。 は原作に該当する人物。ドイツの作曲家、ハンス・ベルナー・ヘンツェが、裏切られた海、ダス・バーティン・ミアとして1986年から1989年に、オペラ化し、ベルリン・ドイツ・オペラで1990年、平成2年5月5日に発された。日本では、以下の公演が行われた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。